スで皆さんお知らせみましたでしょうかなんかすごいクリスマスみたいな仕様になっててすごいね楽しいなと思って多分次のね新キャラがこのキャラになってるんですけど全然見当がつかないこれ誰なん <laughs> えなんかおかる人とかいるんですかなんか今までとかやったらさ若干なんか黒い萌えがかかってる感じやったから明るさを変えたら分かっていいんけど今回はシルエットだけっていう感じなんでちょっと俺には予想をつけづらいんですけどこの髪の毛がちょっと腫れてる感じとか後ろのなんか 神がななんかヒヒヒュヒュュンンンってる感じでちょっとわかる方教えていただけたらなと思うんですけどとりあえずまあクリスマスのキャラとしてこの子たちが登場するとで待ちに待ったですねこれガチャ形式ガチャ提供形式の変更についての内容が更新されましたということで僕もまた見てないんで今からね一緒に見ていけたらなと思いますというわけでいつも白猫テリスをお楽しみいただきありがとうございますこちらこそありがとうございますシーズン2より実施しているガチャの提供形式について様々なご意見をいただいておりますあのあれですね MVP ガチャのように1体ずつ キャラが出るっていうやつですねそれの不満が結構多かったんでそれについての話だとはいで皆様からのご意見を参考にさせていただきはい運営チームとして対応方針を協議し12月6日以降に開催予定しているガチャを含めた今後ガチャについて以下の方針が提供させていただくことをういただく予定ですあなるほど次のガチャはもう12月6日ということが決まったっていうことは月曜日にま新キャラが来るとはいだからまあ2週間ごとになるのか1か月ごとになるかわからんけどとりあえず次は12月6日がガチャだ はいというわけで1つ目新キャラピッックアップを導入おおいいんじゃないですか星5キャラの提供割合10%のうちピックアップ対象となる新キャラをシーズン1に合わせて3キャラ分の確率1.2%で提供をいたします。うということはあれなのかな 2週間にいっぺん1体ずつ来るという方式は変わらないということなのか。あでもそれでもまあ,あの今までやったら <laughs> その今まで3体おったのに1体になったことによって、ね、当たる確率が3分の1になってたっていうねそれはなくなったんで結構それはいいんじゃないですかで10%登場型チ,チケットの廃止。ああなるほどあれまあ引かないですからね <laughs> あんまり <laughs>。まあ引いて当たってる人もおったりはするんやけど俺はあれちょっと怖くてできないんで。 やらない人が多いからそれは廃止するとガチャスタンプカード報酬として獲得可能な新キャラの10%登場ガチャチケットは廃止させていただきます今後は上記のピックアップキャラも含めた星5確定プレミアムフェスガチャチケットを提供させていただきますおいえマジでああそういうことだだから星5がぜなんて今までやったらスタンプ1個目で あのー、あれやったじゃないですか。ラインズはまた確定とかそんな感じやったんですけど、それが星5は絶対出るけど、新キャラは出るかどうか分からへんよっていうやつに変わるのね。なるほど。ま、あそれやったら引くかどうか悩むね。賢いな。うわ、それどうしようかな。確定ではないもんな。悩ましいな。普通に星5の持ってるキャラになる可能性も多いな、あるしな。だって、なぜ1%やからね。あ、これ星2とか含めての1%なのかなそれやったら10%ぐらいはあるんかもしれんけど、それでもなかなかな気がする。で、上記提供形式に変更させていただくことにより、ピックアップ対象 となる新キャラをシーズン2で。 開催した今までのガチと比べ、えっと、これ何て読むみな、あ、皆様が <laughs>、これなんか、ようって読んでしまってたはじめ。皆様に多く新キャラをお届けし、タワーごとの新しい環境を体験していただくことができるようになると考えております。シーズン2ではタワーごとの新しい環境を体験しやすくしたいという思いから、それぞれの属性の一部を新規転生、解放で提供させていただき、あ、今までと同じ形式ですね。だから新キャラでクレーコートが出たら、新規転生と新規解放で、えっと、さっき何コート言ったか忘れたけど、 新キャラがクレーならハートとグラスがまあそういう新規転生新規解放キャラで提供されると。でこれまでに登場したキャラクターでも新しい楽しさが感じられる対戦環境を提供したいとの思いから新規転生解放を含めた。 提供方法をしたしかし新しい環境だけではなく新キャラを使用した体験をより皆様に提供できるように今回の変更をさせていただくことといたしましたあそれは非常にいい方式なんじゃないかなと思いますなお各種使用については予告なく変更の可能性がございますえっ、ー、予告してよそれは <laughs> より良い白猫テニスを目指し今後も改善に努めてまいりますこの度はご迷惑をおかけして申し訳ありませんこれからも白猫テニスをよろしくお願いしますということなんで3体ガチャにはならないもののその新キャラが当たる確率ってのは上がったんでまあいいんじゃないかなとは思いますまあだってどうせガチャ引いてもね新キャラ出なかった パターンとか今まであったじゃないですか。でもそれであってもですね、その、あのー、3コートのうち2コートは、新規解放、新規転生のキャラで賄われる感じになってるんで、新キャラ当たるよりかは多分ね、持ってる確率高いと思うんですよ。なので前よりかは、いいんじゃないですか。ただ、ワクワクのはちょっと減ったかもしれないですね。完全な新キャラっていうのがいなくなってしまったんで、あれなんですけど、それでも結構いいんじゃないでしょうか。ほうほう。あ、他は何もないのかな。なるほどね。まあ結構、 面白いいい内容やったんじゃないかなと思います、まあ、皆さん的にはどう思いましたか今ガチャ何があるのかねえっと確か MVP 白あれ直近のキャラ誰やったっけああ MVP 後継者やったね MVP 後継者が1体で出るとでこの子の確率が今のところ何かっていうちょっと見に行く <laughs> 黒の、OK あはい、あまずまず星5の確率が10%で星5が何体いたかっていうと見てこの大量あそんなおらんかなこれ数えれるね24525だから25分の1だから。 1二2 5をして ×100 するとパーセンテージになるから星ごろの中で新キャラが当たる確率っていうのは0.4%やったんやけどまあそれが今回の変更からですねそれの3倍である1.2%になったねでちょっと当たりやすくはなったんですけどもしまあこの確率通り行くのであれば100回ガチャ引いて1体当たるみたいな感じやからまあ結構厳しいっちゃ厳しいよね多分このベースというかこの。 書き方だと多分2週間にいっぺんガチャが来るわけですよなので2週間に1ぺんってガチャチケ俺今40枚貯めれてますけど基本的には30枚ぐらい30枚から40枚ぐらいだと思うんでまあ、当たる人は3人に1人か2人に1人かそのぐらいのレベルってことがあてことは23ヶ月に1回当たるってことそれやったら嬉しいね今までだってさ MVP とかも俺当たってないしあとほんま長らくずーっと当たってないよだから昨日ねあのクレイコードのキャラ当たらなすぎて1年以上前の対決ルーカー使ってるみたいな感じの動画出したんやけど <laughs> マジビビったね なんかまだ8ヶ月ぐらいかなと思って調べてみたらさ1年2ヶ月前やってビビるくらい <laughs> そんな前のやつまだ今使うてんのみたいなまあめちゃめちゃ使えるからさ使ってるわけではあるんやけどさまあそんなんはあったりやとかして俺はほんとに新キャラが欲しいんで結構厳しいんやけどこのラインズマーマたみたいにあのスタンプ1個目で確定のやつはなくなってしまったんでちょっと厳しいなっていう感じはしましたね。なんせさっき星5のキャラって25体いたじゃないですか。なので25分のえっとまあ確率新キャラに限り 3, 3倍になったんで25分のキャラんで 25分の3の確率で、まあ、それを引き当てなければいけないとそれどうなん <laughs> えっと12%か今計算した12%やったんですけどまあほぼ変わらないよね今まで今まで,今まで10%ガチャってさ10%やったじゃないですかそれが12%に変わったからまあちょっと変わってるんやろうけどまあそんなに俺にとっちゃ関係ないかなというか俺は引き続きもう多分このジュエルを使うことはないねだからもう俺ギアの,あの保管庫拡張であったりとかあとまあたまにねあの50個でガチャ引けるやつあるじゃないですかこれもうラインズマン 1>, のやつはね1回目50個のやつやったんでそれはもう引いてしまったんで僕は今見ることができないんですけど初め50個とかまあいい時やったら50個の次100個で10連引けてその次150個で引けてみたいなのもあったりするから俺はもう多分その時ににしか引かか引ななないといいととうう感じになるんちゃうかなと思います皆さんこれにはどう思いましたでしょうか僕はちょっとね前の方式に戻ってくれたら嬉しいなっていう感じはするんですけどもなぜ見てこの入手順見てこのこの持ってなさ具合しかもこの MVP セレナとかシャウロとかキャラプレでゲットしたやつやから。 <laughs> でこの黒の後継者からコルネの間はあれなんか100連ぐらいできたやつあるじゃないですか,なんかスピードタイプガチャで結構髪引きしたんですけどその時に当てた分で,で一色いろはは確定のキャラでしょでまあこのアイリスは当たったアイリスは当たったけどもカルマも確定やしえっとラインズマーアマトはどこに行ったんあれいなくね <laughs> じゃあ俺の目からねラインズマーアマトが消えてしまったんですけどその子も僕は確定で取ったりとかあ,あおったねだから。 結構俺は確定がなくなるときついよね、アピスとか。<laughs> 結構俺的には厳しいんやけど、多分まあこの感じで確定ということになるんじゃないかなと思います。まあとりあえずね、次のガチャ、クリスマスということで結構ね、賑わうかなと思うので、皆さんで楽しんでいきたいなと思います。ということで、これちょっと青の王に見えない。コルネにもちょっと見える。まあそんなんは全然俺には予想つかへんけど、まあこの辺で終わりたいなと思います。ということでまた皆さんお会いしましょう。バイバイ。